皆さんこんばんは。今日はですね、私の隠れた趣味の一つでもあります物件探し、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。私が物件探し好きって皆さん知らなかったと思うんですけど、はい、大好きな趣味の一つでございます。今回なぜこの動画を作ろうと思ったかというと、これからバルセロナに留学に来るとか、ワーホリとか、もしかしたらね移住したいっていう方もいらっしゃると思うので、そういった方々の参考になったら嬉しいなと思って撮ろうと思ったっていう前向きな気持ちと、ただ私が物件をニヤニヤして眺めているっていうのを共有したいって思ったっていうことがあります。今このチャンネル見てくださっている方々のほとんどは留学予定もないし、バルセロナに移住する予定もないよっていう方がねほとんどだと思うんですけど、あんまり海外の物件って普段目にする機会がないかなって思ったのと、こう日本の例えば賃貸のシステムだったりとかと結構違ったところとかもあるので、そういったところを今日楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで早速物件探し一緒にしていきましょう。じゃあ早速見ていきましょう。いろんなサイトがあると思うんですけど、私はこのサイトイデアリスタというサイトしか今まで使ったことがないので、これで皆さんに今日お届けしていきたいと思います。入ってみるとこんな感じで、最初はもちろんスペイン語で表示されるんですけど、ここで英語表記とか他の言葉に変えることができますので使ってみてください。日本語はないから英語が一番日本人には身近かなと思います。ここ見てもらうと分かるんですけど、バイとレントっていう風に書いてあって、レンタルの場合はこちらになりますのでレンタルを押していきます。でこちらは今の段階でホームっていう風になっているんですけど、ここちょっと見ていくとニューホームズ、新築、普通のお家、ルームス。ルームはお部屋だけを借りるっていうシェアハウスのスタイルになります。であとはガレージとかストレージルームとかオフィスとか、まあ、商業的に使うような場所とかいろいろ出てくるんですけど、基本的に私たちが関わるかなと思うのはこちらの2つかなと思っていて、ホームズかルームスになります。でニューホームどのぐらいあるかというと、バルセロナっていう風にここに入れていきますね。はい、新築なんと検索ヒット数4件でございます。というのはもうバルセロナ市内の中はこう新築の建物が建たないっていうような状況になっているのと、あとは基本的にリノベーションしたりとか中をこう改築して貸していくっていうスタイルが主流になっていますので、新築で調べると本当に見つからないですので、あんまりここはこだわらずにホームズっていう風に調べてもらえばいいかなと思います。物件を借りる時のおすすめのエリアなんですけど、バルセロナはですね入り組んでいるような旧市街のエリアと5番の目になっているエリアがあります。5番の目になっているエリアの方がすごい広いんですけど、こんな感じでね、で旧市街に住むことは全然大丈夫で問題はないんだけど、道がすごい狭いので夜とか夜中になるとどうしてもやっぱ人目につきにくい道が多いんですね。なので夜中に結構遊ぶだろうなとか、そういう感じの生活スタイルになりそうっていう方は、私だったらこっちの5番の目のスタイルをおすすめします。人の目があったり車のね通行があったりするので、そっちの方がどっちかっていうと安心できるかなっていう勝手な私のイメージで、旧市街の中ではボルンエリア、ゴシックエリア、ラバルエリアっていう風に分かれているんですけど、ラバルエリアは海外に初めて住むような方とかあんまり海外に慣れてないっていう方は
基本的には住むのにおすすめしないエリアです。今こっちに住んでいる在住の方も住んでる方いらっしゃるんですけど、私は好んで住みたいって思うようなエリアじゃなくて、なんとなくこうドラッグの問題が多かったりとかスリのね件数がすごいやっぱ多いエリアになりますので、ここはできれば対象の物件としては避けた方が無難じゃないかなっていうような場所です。それ以外のエリアだと中心中心っていう感じではないんですけど、駐在さんとかあとご家族連れの移住の方とかに人気なのは、最近このポブレノーっていう新しい開発エリアと、あとはサリアっていう高級住宅街があるところ、あとこの辺にマリア・クリスティーナっていうエリアがあるんですけど、この辺もすごい多いかなと思います。ザ中心っていうところまで出るのに30分かかんないかな、20分ぐらいでどこも行けるような場所です。はい、じゃあここをホームに変えて、もう一回ここでバルセロナっていう風にして、でそうするとこのエリアを選択してくださいっていう風になります。でこういう感じでもう分けてくれてるエリアのカテゴリーがあるんですけど、もっと具体的に自分で絞りたいっていう場合には、これがバルセロナの市内の地図なんですけど、ビーチエリアはちょっとエレベーターとかないし古いお家が多いからちょっとやめとこうとか思って、こうやってラバル地区は避けたいよねみたいな感じでこういう風にやっていくと、本当にすごい自在に操っていけるんですけど、このエリアの中にある今貸し出し状態のお家が3380件ヒットしました。で早速見ていきたいんですが、皆さんにまあお伝えしておきたいのはですね、ここにフロアっていう風に出ていて、階数を選択できるんですけど、このグランドフロア1階はちょっとやめた方がいい気がします。日本よりもやっぱり治安の面で心配だし、もちろん日の光とか入りにくかったりとかするので、市内はちょっと私はいつもこのグランドフロア避けて、ミドルフロアスとトップ一番上と真ん中1階以上のお家を選択しています。で私たちが探してた時のマックスの値段が一応まあ800ユーロぐらいで見つけたいよねっていうことだったので、一旦ここちょっと800ユーロにしてみます。でここで順番変えられますので、安いとか高いとか、はい、選択して見ていきたいと思います。ちょっと一旦安いのから言ってみる、ちょっと、はい。ちなみに今この値段で設定して、さっきまで3300ぐらいあったのに28件しかヒットしておりません。こちらはですね、スタジオフラットというふうに言って、フラットって言うんですね、私たちこのお家を借りるこの賃貸のお部屋たち、賃貸の物件のことをフラットというふうに呼びます。一人用のお家って、あ、でもまあちゃんとこういう感じでバスタブもちゃんとあるし、お化粧室というかトイレも大丈夫だし、場所もねすごい旧市街の中心だからそんなに悪くないかなと思います。うんうん、635ユーロでこれだったら全然なくないなって感じ。ここに今値段が書いてあって、25平米っていう風になってて、フィフスフロアインテリアウィザウトリフトになっていますので、エレベーターがありません。でこの5階っていう風に書いてあるんですけど、日本でいう1階は0階になりますので、実質6階の建物になります。6階分をエレベーターなしで毎日登らないといけないので、私とマルコは絶対に住みません。で、こうやってちょっと下下がっていくと、ここに2023年8月1日から利用可能ですっていう風になっていますので、すぐに入れる物件ばかりじゃないっていう感じです。これは多分日本も同じかなと思います。なんか間取りに関しては全然本当に物件ごとに全く違うので、その辺がこう日本とかだと 1K とかのスタイルって結構決まってたりすると思うんですけど、例えばこういうのとか、バルセロナこういう感じで天井が
むき出しになっているパターンのお家とか結構多くて、ちょっとこれ見ていこうか。バルコニーがあってベッド多分ここに置く感じになると思うんですけど、このお家でもすごいいっぱい自然光が入ってきてていい感じ。このお家は家具がついていないと思うんですけど、家具がついているお家が結構多いです。なのでワーホリとか留学とかでこうすぐに住みたいっていう人にとってはすごくありがたい物件が多いかなと思います。値段のところに2ヶ月分デポジットっていう風に入っていますので、入る時には1600ユーロを預けて入るっていう形になります。フィアンサって呼ばれることが多いんですけど、まあ基本的に何にもなければ帰ってくることがほとんどです。日本よりもちゃんと帰ってくるようなイメージです。私は全額、私は今まで帰ってきました。マップを押すとだいたいこのエリアですよみたいなのが表示されて、こういう感じでやんわりとエリアが表示されるっていうパターンと、物件の位置が表示されるっていうものがあります。セキュリティの観点で表示したくないという大家さんもいらっしゃるので、今みたいに表示されることもあります。ちなみに今このマップで設定したエリアはすごく中心地になりますので、本で言ったら渋谷区、新宿区、原宿区らへんに住むみたいな感じのイメージになります。バルセロナはサイズ的にそんなに大きな街ではないので、だいたい市内のどこに住んでいても、まあ、30分ぐらいあれば中心地に出れるかなって言ったようなサイズ感になります。今ここで設定したところはその中でも特に真ん中方面に近いっていうような感じです。じゃあ次はですね、ちょっと値段の設定を解除してサイズでいきたいと思います。じゃあ家族連れとかも考えて80ぐらいまでにしときましょうか。こんな感じで設定変えて1500件ヒットしていますけど、68平米で、あ、これすごいさ、いいんじゃない。エレベーターがないけど日本でいう2階です。でマップ、あ、うちの近くかも。グラシア地区すごい住みやすくて、家族連れとかもフレンドリーな感じなので、はい、じゃあちょっと見ていきましょう。まあ値段的には悪くないけど結構古いだろうなっていうイメージ。まあでもリフォームされている風なんだけど、まあリフォームされててもね、場所によってはっていう感じですの。じゃあもうちょっと見ていこうか。あ、これとかも悪くないよね。すごい。まあでも1300ユーロだとどう？あー、ちょっと高いのかな。17万円ぐらいになりますね。で、エリアがサグラダファミリアエリアになります。あ、でも綺麗綺麗、すごい。え、綺麗。かっこいいキッチン。いいですね。あ、すごいすごい。え、めっちゃ綺麗。でもこのタイプのシャワー水めっちゃ外に出るんですよね。え、すごいすごいすごいいい。え、かっこいい。なるほど。ちゃんと各部屋に窓がついているし、すごいリフォームされたんだなっていう感じで、で気になるなって思ったらもうどんどんこういうところから送っちゃうのがいいかなと思います。イデアリストの場合はメッセージを送る欄にも、私この物件に興味がありますので内見のアレンジをお願いしますっていう文章がもう入っていますので、送るだけで大丈夫です。じゃあ次はいろいろ今条件とかつけてたんですけど全部なくして、ちょっと高級住宅見ていきたいと思います。すごい楽しいですよこれ。はい、じゃあこの3300ユーロ見ていこうか。おしゃれだね、かっこいいね。もうすぐ住めますっていうようなお家ですね。すごいね、おしゃれで、寝室が結構たくさんあるお家はトイレとかバスルームが2つとか3つとかあるお家もあって、だいたい3部屋くらいあるとお化粧室が2つあることが多いです。
で、これが省エネレベルみたいな感じで、下に行けば行くほど燃費が悪いっていう感じになっていて、ここは D です。あんまり AB って見なくて、本当にすごい新しい建物とかだと使っているものがだいぶエコなものが取り入れられているところが多いので、 AB たまに見るんですけど、基本的にCDE 赤い G とかも全然普通にあるので、ここはあのランニングコストのところを考えるときに1個目安になるかなと思います。じゃあこれ一番高いっていうやつにしてみよう。やばい、400万近いんじゃない、日本円に換算したら。今ちょっと何これ見よう。これめっちゃスペインのお家って感じ。あのガーデンとかバルコニーで食事するっていうのが結構快適にできる国なので、通年ねこうテラスで楽しめるっていうのがいいかなと思います。日本だとどうしても梅雨とかあるし、実際にねテラス使える時期って限られるけど、かっこいい、おしゃれ、おしゃれすぎない、おしゃれ、かっこいい、すごい。キッチンがやっぱすっきりしてるよね、海外のって。埋め込み式の電子レンジとかね、オーブンが、おしゃれ、かっこいい、かわいい、かわいい、あ、湯船もある、ちゃんと。なんかあるあるなのは湯船があるんですけど、タンク式のお湯を温めるシステムを採用しているところが多くて、お湯をためるともうシャワーの水が冷たいっていうのが結構よくあるあるです。多分水不足の問題があるから使わないようにっていう意味があるのかなって、私の勝手な考察なんですけど。こんなところから入っていくの、すごいね。なんかコンシェルジュがいるお家らしいです。すごい、すごい、美人部ついてる、かっこいい、なーにこれ、やばー。あ、ちゃんとタオルのシステムとか、あ、プールもあるの、下に。おしゃれか、おしゃれか、すごいけど、サウナもある、すごい、楽しい、これいんの夢だね。はい、賃貸はまあこんな感じでございます。どうですか、値段的なところとかもそうだし、間取りとかお家の雰囲気とか結構違うかなっていうふうに思いますが、皆さんどうですか、住みたい気持ち湧きますか。これから実際にバルセロナで賃貸を借りるっていう方の参考になればと思って、私が物件探ししてた時のリストをここに書いておきます。ここからはですね、もっとちょっと現実的なところになるんですけど、今見たような賃貸を一人で借りられる方っていうのはかなり経済的に潤っている方の方かなと思っていて、スペインの平均的な収入で、ああいった賃貸を一人で借りるっていうのはなかなかハードルが高いものになっています。今こっちの最低賃金で行くと、だいたい手取りの額が1300ユーロとか1400ユーロになるんですけど、それであの値段はやっぱり借りられないし、こうどうしてもギリギリ生活できないぐらいになってきちゃうので、あの値段を払うとね。で、実際皆さんがどうやって生活しているかというと、若年層、私たちぐらいの層のほとんどの方はシェアハウスをみんなでしています。
でシェアハウスってやっぱり日本で聞くときに学生とかがするんじゃないっていうイメージが結構強いかなって思うんですけど、こっちだと40歳ぐらいでもシェアハウスしてる方とかいらっしゃって、そういう状況がバルセロナの常です。なのでこれから留学とかワーホリにいらっしゃる方々のほとんどは最初そういったシェアハウスの経験をするんじゃないかなと思いますので、これから一緒に見ていきたいと思います。じゃあここからはシェアハウスのお部屋を借りるときにどうやって探していくかを一緒に見ていきたいと思います。ここがレントになっていることを確認してルームを選択していきます。でエリアは同じくバルセロナなのでバルセロナを選択して、賃貸の時と同じようにマップでも選択できますので自分の好みのエリアを選択していきます。はい、そうするとこんな感じで一部屋ずつのお部屋が出てきます。意外と高いことが分かりますね。めっちゃ高いで、はい、最初の上の方はアドバタイズメントといって広告の物件になっていますので結構ちゃんとした高めのいいところが出てくるんですけど、だいたい私たちの体感でいうと500ユーロぐらいがこっちに住んでいるワーホリとかで借りてる子たちの値段かなと思いますが、400台で見つかったらすごいいい方。じゃあこれとか見ていこうか。お部屋だけを借りるっていう感じになるので基本的にキッチンとかあとバスルームはシェアっていうパターンがほとんどです。賃貸と違うところはここに青と赤のマークがついていて、男性と女性どちらも住んでいる物件になりますよっていう風に書いてあります。なのでシェアメイトは異性の人たちもいますよっていうのがここでわかります。で禁煙のお部屋になりますのでお家では吸わないでくださいねっていう風に書いてあります。この辺も日本だとちょっともうね、今あんまり家の中で喫煙するっていう方はだいぶ減ってるかなと思うんですけど、スペインまだまだこの辺がすごい緩いのでお家で吸う方もたくさんいらっしゃって、ここはしっかり選んでいった方がいいかなと思うポイントです。賃貸と同じようにデポジットの制度があります。425ユーロを入るときにプラスして取引していくっていうような形になります。でここは多分だけど寝室が2つのお部屋なのでそんなに大人数でシェアするっていう感じではなくて、おそらく2人がマックスのお家かと思われます。はい、じゃあ別の見ていきましょうね。例えばね、こういうのとかほら7人で住むとかあるんですよ。ここは結構綺麗そうだけど、はい、でもさ高いよね。1個のお部屋を借りるのに10万円ぐらいするんですよ。部屋だけですよ。しかもそんなにすごい広い部屋じゃない。場所は良さそうだけど、うん。それでここみたいに人数がたくさん住むフラットの場合は冷蔵庫とかもこうやって2つ用意しないと間に合わないらしいです。うん、でもすごいなんか綺麗な感じですね。厳しそう。綺麗に使ってくださいって。はい、じゃあ戻っていこう。じゃあ次ここ330ユーロ、男性だけが住んでいる場所なので基本的に募集しているのも男性かと思われますが、めっちゃ簡素超絶ミニマリストのお部屋です。本当にベッドと椅子だけ。生活スタイルによっては本当に寝に帰るだけっていう方とかもいらっしゃるので、そういう人たちにとってはいいかもしれないけど、ここはちなみにスモーキング OK っていう風になってますので、だいたいこういうの見たりこのお部屋の感じ見ると、あ、住んでる人ってああいう感じかもみたいなのがやんわりと想像できたりします。でも結構高くなってるよね。すごい高いなって思います。なんか賃貸借りちゃった方が安かったりするんじゃないっていう感じもするからね。じゃあ次はこれ、わりかし日本風の結構小さいお部屋になりますけど、これでもさ5万円ちょっとするって思ったら結構高くないですか。
で、このタイプのシャワーめっちゃ使いにくいの。私もう大嫌いこれ。で、ここは5人が住んでいるお家で、2ヶ月間限定ですっていう風になっています。7月と8月限定ですよっていう風に書いてあって、おそらくなんですけど、ここに住んでる住人の誰かが7月8月バケーションでどっかに行くから、その間貸しますよっていう感じの物件なんじゃないかなと思われます。で、ここにあなたは18歳から29歳ですかと書いてあります。これは多分学生さんとか若めの社会人の方に向けた場所っぽいので、そういった人たちを募集しています。あとはどっかあるかな。でもやっぱ高いね。すごい高いよ。540ユーロくらいでどんな感じなの。まあでも500ユーロを超えてくると、ちょっとなんとなくお部屋と若干ちょっとスペースがあるような感じの、例えばこういうところとか。なるほどね。でも高いよね。やっぱ7万くらい払って一人のお部屋しか借りられないって思ったらすごい嫌だ。はい、こんな感じです。こんな感じです。ちょっと安めにしてみたらさ、どんくらいなんだろう今。あ、250ぐらいから一応あるんだ。でもなんかこういうところはもしかしたらその出入りが激しかったりとか何かね、ある可能性もあるので、やっぱり内見の時にしっかりチェックするのがいいかなと思います。一緒に住むであろう人たちの様子とかもね、チェックしていきたいなといったところです。シェアハウスいかがですか？ちょっと高いよね。シェアなのに結構するじゃんって感じしますよね。今だんだんやっぱここの1個のお部屋単位の値段もすごい上がっていて、一人用のマンション住んでんと一緒じゃんって思うぐらいの場所もあるぐらいなんで、ちょっと難しいんですけど、これからシェアハウスをする可能性がある方にお知らせしておきたいことは、バルセロナ結構国際的な街で本当にいろんな人種の方が住んでいるんですけど、難しいんですよ。いいルームメイトを見つけることってすごく難しくて、日本人ってやっぱりベースにこう人のことを考えて生活するっていう素晴らしいスキルがあって、清潔基準のところもそうだし、あとはやっぱりこう騒音、例えば今みんな寝てる時間だからできれば静かに準備してあげようとか、もう寝てるから静かに帰ろうとか、そういうのがねベースとして多分あると思うんですけど、こっちの人ってね、ないんですね。特にスペイン語なので、ここは南米の方々も結構引っ越して来られてて移住してたりするんですけど、彼らはねめっちゃ元気なわけ。もう一日ずっと元気なんです。朝からもうすごい音だねみたいな感じの音でこうダンスしたりとか、シャワーしてる時すごい大きい声で歌ったりとか、あと夜中もやっぱりクラブにね出かけるっていうのがこう日常になってたりとかするし、まあそうじゃなくてもお家で過ごしてる時にこう爆音でノリノリでみたいなのって本当にすごいよくあることなので、その辺がこうやっぱちょっと私は多分一緒に住めないなって思ってたし、その辺ちょっと気をつけないといけないところかなというふうに思います。で、おすすめはそのフラットピソを見に行くときに、実際に住んでる人がいるような時間帯、例えば平日の夕方以降とかに見に行ってみるってすると、そこに住んでる人たちの雰囲気とかちょっと見えますので、でやっぱりなんかそういうのが好きそうな方ってわかるじゃないですか。だからそういう感じでちょっと若干覗いてみるっていうのが一つ手だし、あとはシェアハウスを見学するときって基本的にはなんかお部屋を見せてくれることが一応メインにはなっているんですけど、トイレとかバスルームとかあとキッチンとか、ちゃんとそういうところもチェックして帰るといいかなと思います。結構その清潔基準って本当に人によって違くて、日本人は世界でもめちゃくちゃ綺麗な人種になるので、ちょっとストレスに
お互いねなっちゃうと思うんで、入る前は要チェックかなというふうに思います。私が実際にシェアハウスした時のチェックリストはこちらです。私はバルセロナに来た時にフランス人の女性の方と一緒にシェアをしていて、彼女はもうその家を契約して借りている人で、私にまた貸しするっていう感じで一部屋を貸してくれていたんですけど、その彼女すごい神経質だったんですよ。結構潔癖が入ってる感じだったんだけど、でそれで私もわりかし綺麗好きだと自分では思っていたんだけど、もうなんかもうすごい上を行くレベルでめちゃくちゃ綺麗好きだったんです。でやっぱ最初ね、なんかあのニコニコあちょっとこれだけは気をつけてみたいな感じで言われてたんですけど、だんだんそれがなんかあ結構ストレスだよねお互いっていう感じになっていて、でちょうどたまたまねそのタイミングでマルコと出会ったこともあったから、もう引っ越しちゃおうっていう風にしたんですけど、日常でそういう感じだと気持ちが疲れちゃうので、その辺はすごい大事に精査した方がいいかなと思います。特にお家で過ごしたりする時間が好きな人とか、リモートワークがある人とかはその辺チェックしてください。ちゃんと最後に物件探しで一個大事なことは、賃貸にしてもお部屋を一つ借りるシェアタイプにしてもなんですけど、いっぱいメッセージを送って実際に帰ってくるのは半分くらいになるので、ここちょっと気になったなっていうところはもう迷わずにいっぱいメッセージを送っていってください。帰ってくるメッセージの中からどうしても選ばないといけないので、そこはいっぱい母体数を増やして打っていくっていうのが一つ大事なポイントで、メッセージ返ってくるところは基本的に内見するパターンになると思うんですけど、内見もできるだけ早い日程で調整してください。もう明日行きますっていうぐらいなるべく早く動くのがいいかなと思います。というのは本当に回転がすごい早くて、もうどんどん興味あるよ、決めたいっていう声があったらそっちにどんどん流れて渡していっちゃうことがほとんどなので、できるだけ自分の予定を調整して早めに見学に行くのがいいかなと思います。で、私この家をね借りるときに今皆さんに見せたイデアリストをもう 2,3 週間毎日もう3回4回ぐらい1日同じ条件でちょっとエリアとかを変えながらずっと見てて、でこの物件は出て多分1時間ぐらい掲載されて1時間ぐらいの状態で見て、でその時にもう明日内見に行かせてくださいって言って、その日に8件とかあったの内見が。だから私の後に、私朝一で行ったんですけど、私の後に今日は7件あるからみたいな感じで言われて、え昨日タイミングで今日もう7件なのって思ったから、多分そんくらいの感じでいい物件はどんどん動いていくので、はい、お気をつけください。こういった賃貸を借りる場合にはワホリとかでもねもちろん借りられるんですけど、お仕事の契約書と給料の明細を出すっていうのが求められることが結構あるので、ちょっとハードルが高いかもしれないです。そのワーホリとか学生ビザはね、多分学生で借りられるっていうのってなかなかあんまり聞かないけど、なので最初はどうしてもシェアハウスみたいな感じになるかなと思います。もしくはAirbnb とかで短期滞在するっていう形になるかなと思います。移住で来られる場合にも手続きにちょっと時間がかかったりすることがあるので、一番いいのは最初に 1,2 週間ね Airbnb で滞在して、その間にお家探しをするっていうのがおすすめかなと思います。今のこの時期は年度が変わるっていうこともあるし、バケーションとかでいろいろこう出入りがねある時期なので結構ね物件も出やすいんですけど、そうじゃない時期だとなかなかいい物件に出会える可能性ってねそんなに高くないというか難しいので、はい、勇気を持って即決っていうボタンが私はおすすめかなと思います。
ということで皆さん、バルセロナの物件探しいかがでしたでしょうか。普段はね、あんまり見る機会がないと思うので、皆さんに楽しんでいただけてたらすごく嬉しいなと思います。そして私と同じ趣味をお持ちの方はぜひ物件ご覧になってみてください。はい、じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。痛いの？うん。じゃあ最後もう一回お願いします。気分はどうですか？うん。次の動画も見てください。うん。